こんにちは。インターン生の上原龍之介です。今日も暑いですが、エンジョイワーキングしていきましょう。前回に引き続き、今回紹介する Mr.Children のおすすめ曲は、シンプルという曲です。この曲はミスチルの7枚目のアルバム、ディスカバリーに収録されています。ディスカバリーがリリースされたのは、なんと1999年とかなり前なので、今の学生で知ってる方は少ないと思います。ちなみに私が生まれたのは2000年なので、私もミスチルのファンになるまでこの曲は知りませんでした。初めて聞いたのは大学生の時です。アコースティックギターサークルでの演奏会で、2個上の先輩がギター1本でシンプルを弾いていました。それを聞いて、これを弾き語りできたら気持ちいいだろうな。家に帰ったらすぐ弾けるように練習しようと思いました。そう思えるくらいギターのフレーズがかっこよかったのです。早速家に帰って練習してみたら想像以上に難しかったです。中でも特に苦戦したところは B メロで出てくるアルペジオやスライドを使ったフレーズを歌いながら弾くところです。何回も練習してちゃんと前を向いて演奏できるまでかなり時間がかかりました。また歌に関してはサビのキーがとても高いです。そのため大きな声を出さなければいけなく、このような安いアパートでは声が漏れてしまうため、カラオケに行ったりトイレにこもって練習したりしていました。さて、私がこのシンプルをここまでして歌えるようになりたい理由は、メロディーだけではなく歌詞にも惹かれる部分があったからです。特にこのサビがグッときます。10年先も20年先も君と生きれたらいいな、悲しみを連れ遠回りをしたんだけど、探していたものはこんなシンプルなものだったんだ。思いを伝えるときは変な言い回しなんかしないで、素直に思っていることをシンプルに伝えることが大切だと気づかされました。それでも恥ずかしくて言えないときは、ミスチルの力を借り、このシンプルな歌に乗せて思いを伝えようと思います。もしも将来私が新郎として結婚式に出ることになったら、披露宴でシンプルを弾き語りして愛を伝えたいと思います。この素晴らしい曲はなんとシングルでは発売されてなく、アルバム曲にしか収録されていません。もしも私が歌手になってこんな曲が書けたのなら、絶対にシングル曲としてリリースします。このようにミスチルはシングル曲だけでなく、アルバム曲にも隠れた名曲がたくさんありますので、次回もミスチルの魅力について楽しく語っていきたいと思います。この動画が気に入ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。